ラジオ、あははおはようございます。あどうもおはようございます、あずかいです。はい、おはようございますって言った通り、私寝起きでございます。どうもこんにちは。超絶眠い状態で動画撮ってるんで結構心配なんですけど、大丈夫ですかね。今回はですね、 YouTube コミュニティの方で募集いたしました。あずかいが学校を作ったらどんな校則が誕生するのか聞いてみた。イエーイ。皆さんご存知の通り、私男子校出身です。この前卒業したばっかりなんですけれども、そんなアーズカイが学校を作った場合、一体どんな校則が誕生してしまうのかというのをですね、皆さんに聞いてみました。1500件くらいコメント来てめちゃくちゃ焦った。これ最後の方でも話すんですけれども、私アーズカイ、インスタグラムでの質問の募集をやめようと思っております。これから YouTube のコミュニティの方で募集しようと思ってます。ということでですね、今回の動画のテーマが学校ということで、学校って結構多種多様じゃないですか。小学校、中学校、高校もあれば大学だって学校だし、専門学校というものもある。高専もあれば男子校もあり、女子校もあり、インターナショナルスクールとか。インターナショナルスクールはなんか国に認められてない学校らしいから、めちゃくちゃ学費が高いらしい。世の中様々な学校があります。そんな多種多様な学校があるならば、校則だっていろんなのあるんじゃないですか。なんでね、皆さんの学校にあったよくわかんない校則とか、そういう面白いエピソードみたいなのね、コメント欄に書いていただけると僕喜んじゃいます。なんでぜひ皆さんコメントしてってください。それとついでにチャンネル登録と高評価してくれるとめちゃくちゃ嬉しいので、よろしくお願いします。ということで早速本編の方参りましょう。みんなで性癖を語り合って新たな扉を開こうの授業が週1である。第7回あたりでさすがにネタつきそうだけどね。毎回出てくる課題でさ、新たな性癖を見つけてくることなんでしょ。意地でもネタ切れにさせないように。2学期の後半とかもうとんでもないのしか残ってなさそうだけど、ね、ペドフィリアとかイラマ、ちょっとごめん、これやめよう。佐藤の名字は漏れなく優遇。俺のショーツやんそれ。俺のショート動画のさ、佐藤っていうキャラクターが人気すぎてめちゃくちゃあったわ。佐藤のコメント、佐藤ね超人気だよね。可愛い系男子っていう売りで一応キャラクター付けはしている。体育の準備運動でブリッジと開脚が必ずある。これは女の子限定で、ね、男はカメラを構えててもいいらしい。あくまで授業風景の撮影だからね、それは別にしょうがない。スマホも OK にして、その時間はカメラ構えていいよっていう、ただそれだけの話だから気にしないで。下心なんてあるわけないじゃんね、学校なんだから。付き合って初めての営みはアーズカイも同行する。ちゃんと録画もしてデータも撮らせてもらうから、ね、未来へ繋げるためだからしょうがないよね。そこで撮った動画とかは次の営み用のカップルたちに見せんの。このカップルはこういう感じでやってるんだけど、君たちはどうするっつって、女の子は正義であり神である、とりあえず女の子が言うことは全問正解。本陳感の答え来たら日本の学問の歴史変わっちゃいそうだよね。文科省ブチギレ案件。学校の前にいる塾勧誘の配ってるやつに入ってるペンとかお菓子とかを豪華にさせる。それは冗談抜きでマジでやろう。ペンは三菱鉛筆の多機能ペンにして、お菓子はアルフォート一箱にしよう。そんくらいしないとね、こっちだと入る気になりませんよって話だよね。あんな安っちいペンもらったりね、ちっちゃい板チョコ一個もらったりね、そんなんで学生を連れるかってんだ。子供なめんなよマジで。あれマジ邪魔だよね、学校の前でさ通路塞いで無理やり押し付けてきて。なんかやっぱ高校生中学生って結構やんちゃな時代じゃん。だからもらった瞬間その場でファンって捨てるやつとかめちゃくちゃ多かったもん。それはそれでどうなんだとは思ったけど、まあちょっとざま見ろとは思ったよね。ちょっとごめんなさいな、鼻水拭いてて。花粉やばすぎだろマジで。ベポスタチン飲んでも全然効かねえ。アレロックよりもベポスタチンとかセレスタミンの方が効くからね、皆さん覚えといてください。女子の権力が高くなるリアル女の子の日。シンプルに面白そうなのが来た。こういうのあってもいいよね。どれくらい権力が高くなるのかによる。とりあえず男性のは思うがままに操れるとして、先生はどうなるのかって話。俺は全然操られたいけどね。いくらでも奴隷になろう。新年度ごとに後輩の男子くんには先輩のお姉さんが髪の毛を一本寄付する。黒魔術の儀式でしょこれ。知らぬ間に呪術とかに使われてそうで嫌だね。毎日アーズカイの仮面をかぶって登下校する。制服にしっかりお面もつけるから安心して。普通に制服を着て、なおかつお面もしっかり制服のうちに入るから、そこだけは安心して。週3で校長とのドキドキ、出現したら即監禁、おしゃべり会が開催される。 AV の企画ものみたいなの。俺こんな感想しか出てこないの、本当に終わってるわ。性癖を伸ばす授業がある。個性の設定が性癖に置き換わった世界線のヒーローアカデミア。女子は全員するっていう校則作りそう。いやいや、さすがにそんなのやったら。各クラスに一人ずつオタクに優しいギャルを配置すること。人体錬成から学ばないと。夜の営み報告で保健体育満点。写真か動画の証拠付きで提出してくれればそれは満点よね。入学できる子は必ず美女。宝塚みたいなね、宝あずかとか言ってね。ダメだ、本当にやばい鼻が。あー
何今の。ちょっと待って、今日本当に花粉やばい。親から LINE で来てたわ。今日花粉やばいからねって。だって俺、やばいかも今日本当に。生きてられるかな。この動画が投稿されなかったら、やばい。死んだってことだ、それは俺が。やば。ちょっと待って、やば。本当に花粉症ない人ってそれだけで人生楽しめると思う。花粉症じゃないのに自殺する人はマジでもったいない。彼女ができた人を全校集会で吊るし上げる。魔女狩りみたいなノリでやろうか。全校生徒集めて、カップルを吊るし上げて、裏切り者だって言って。で、その全校集会に集められて、実は隠れて付き合ってるカップルはガクガク足震えてんの。俺たちも、もしバレたらあれになる。先生に会うたびに大好きですっていう、カッコ女の子限定。俺も大好きだよって言って熱い抱擁を交わす、カッコ預かい限定。修学旅行の内容はデリヘル、カッコ自腹。学校と提携結んでるデリヘルが国内に3カ所くらいあるんでしょ。教科書の代わりに薄い本を使う。より特化の人材が育ちそうだよね。なお実践経験がないため結局ただの無能で終わる模様。かわいそう、こんな学校に通ってしまったばかりに。偏差値42。バカ低い。教育目標が出生率増加。目指せ一夫多妻。見習うべきは先人たちの知恵だからね。岸田さんに言ってみるよ。一夫多妻どうすかって言って。可愛い男の子は校長とデートをしなければいけない。しなければいけないって何？俺がしてあげる側なんですか？リア充は漏れなくテスト減点。30点分くらいは班で背負ってもらうからな。なんで30点分、なんで、なんで30点分か。30っていう数字は大体1ヶ月なのよ。カップルってさ、付き合って1ヶ月記念とかやるでしょ。だから30にしたんだよ。校訓女尊男卑。悪くない。決定だ。体育館の上の方にデカデカと校訓女尊男卑って書く。で、男子校なんですよ。保健の先生は原則黒ニーハイ、黒ミニスカを履き、絶対領域を作る。これは大事ね。保健師の若い先生がこの世で一番エロいんだから、カップルは取り間ハブる。カップルハブったら二人でイチャつき始めるからダメだよ。引き離さないと。とりあえず男側をガチムチグループに突っ込もう。女の子は必ず神として崇め立て祭り、3月毎日がひな祭りもどきになる。これ女の子側の負担もやばくない？毎日崇め立て祭られるんでしょ。結構しんどいと思うけどな。最初の3日間くらいはそれなりに楽しめそうだけど、4日目くらいからもうちょっとうざいうざい。臭いってなりそう。アーズ会好みの女の子を紹介したらテスト免除とかありそう。テスト免除と1ヶ月分の授業料免除ね。それでその女の子と俺が仲良くなれたら進学先も決めてあげる。俺に任せとけ。全部校長の権限通りなんだ。内申点ぶち上げパーリーないだから。ファンザ DL サイトは授業中でも見ていい。なんならみんなで意見交換会して、その授業の最後の方はみんなでビデオ鑑賞しようや。掃除の時間イコールご奉仕の時間みたいな感じの校則作りそう。なんかの隠語みたいだね。掃除の時間だね、みちゃ。これじゃ、インゴじゃなくて、インゴだな、なんつって。アーズ会の推しの歌ってみたが、お昼ご飯中に流れる。マジであり。それやろう。絶対やろう。めちゃくちゃいっぱい流そう。メイちゃんとかゲロさんとかね。思いっきり食事中なのにゲロさんとか言って。最近暑くない？マジで。どうも、俺ごめんね、さっきから鼻すすったり、鼻水すすいたりしてごめん。ほんとに。あっちめちゃくちゃ暑い。暑いし。鼻水出てくるし、世界のどこかでは泣いてる子供がいるし、なんで俺は助けられないんだろう、その子たちを。どうして俺はこんなに無力なんだろう。世界を救える力が欲しい。俺はヒーローになりたい。ちょっと汚いかもだけどさ、見て、この撮影中に噛んだティッシュの量。やばくないこれ。めちゃくちゃ鼻水出る。俺、花粉のプラバー。俺、花粉の薬飲んだんだけどな。続けていきましょう。生徒の彼女の穴を味見する。聞く人が聞いたら吐けるくらい気色悪くて好き。SHAHU さんね、覚えた。シャフ。ああ、社会不適合者ってこと。赤色の服着るのダメ。俺別に赤が敵対勢力ってわけじゃないからね。もしそうだったら俺、とっくの塔に海外に移住してるわ。上の言うことは絶対。いいかお前ら。この学校では先生の言うことが絶対だ。だから今日はもう学校終わり。さあみんな帰宅の準備しろ。って感じでいかがだったでしょうか。今回のアーズ会の学校の校則、結構よろしい校則がいっぱいあったんじゃないかな。これ全部採用してもいいくらいだもんね。ほんとね、やっぱりうちの師匠
ほんとね、やっぱりうちの視聴者って天才な部分があってさ、これ当たり前のように普通の人じゃ思いつかないような気持ちの悪いことをめちゃくちゃ簡単に言ってくれんのよ。だから動画がすっごい作りやすい。ありがとうな、ほんとに。ってことで、ちょっと冒頭でも言って、ちょっと喋りづらいこれ。ってことで、冒頭でも言った通りですね、今回から、インスタグラムを僕使うのやめます。じゃあ何、アカウント消すのとかそういうわけじゃないんですよ。そもそもアーズカイはインスタグラムの使い方が普通の YouTuber と全然違ったんですね。インスタグラムって言ったら、日常を取り上げる感じじゃないですか。投稿したり、ストーリー上げたりみたいな感じなんですけど、僕は動画のネタ集めのためだけにインスタグラムを使ってたんで、言ってしまえばもう使用用途がなくなってしまったんですね。投稿の方だって見てこれ9個しかないから。だからこれからインスタグラムをちょっと使うことがですね、限りなく少なくなってくると思うんですね。たまに投稿するからさ、アーズカイって。気が向いたら、ストーリーとかやるから、もうそういうのが見たいよって方は、インスタグラムまたフォローしていただきたいんですけれども、どちらかというと僕は何か日常であったらすぐツイッターの方に投稿する人間なので、ツイッターをね、フォローしてくれると嬉しいかな。で、多分、皆さんちょっと気になってるんじゃないかな。なんでインスタグラムで募集しなくなったかっていうとですね、僕のキャラクター的にさ、結構いじられ系のキャラクターじゃない、アーズカイって。あ、全然いいんだよ。それに対しては全く不満を持ってないし、愛のあるいじりがね、皆さんから届いてすっごい嬉しいんですけれども、インスタグラムってね、すごい匿名性が高いのよ。質問を募集した側以外からは誰がどんなことをどれくらい書いてるかっていうのは全く見えないんですよ。だからなんですよね。動画にならないレベルの罵詈雑言がすごい書かれるんですね。いや違う、それはいいのよ、別に。そこでメンタル的にさ、あーもう俺ほんと悲しいとかそういうのじゃないの。それは割り切ってるからいいんだけど、単純に動画に使えないんですよ。毎回500件以上の回答をいっぱい送ってくれるの、皆さん。その中の、本当に誇張なしで7割、8割がそういう系のやつ、動画がワンパターン化しちゃうんですよ。そればっかり採用してると。それじゃ面白くないということで、今回試しに YouTube コミュニティの方でね、こうやって募集させていただきました。そしたらどうですか？こんな秀逸なコメントがたくさん見てて飽きない。すっごい楽しい。よし、じゃあ YouTube コミュニティでこれからやろうってことで、僕は何よりも動画作りを楽しんでるつもりなので、あと単純にアーズカイの動画全く見てないんだろうなっていう回答がほとんどだったから、もうこれはいいやと。インスタグラム多分そんなに使う必要ないなって思ったので、こういう決断にしました。だからこれからはね、YouTube コミュニティの方でじゃんじゃんやる。で、たまに気分で Twitter の方でも募集しようかなと思っております。こんなもんかな。実は結構他にも色々理由はあるんだけど、全部話したらめちゃくちゃ長くなるから。ちなみに最後の質問募集の内容が、大学生の現実みたいな感じのやつを募集したんだけれども、それが今までで一番ひどかったな、書いてある内容が。全部が全部同じ内容だったから、とてもじゃないけど動画にできなかったんだよね。頑張ってピックアップして動画を撮ったけれども、やっぱりそのことを思い出しちゃうとさ、やる気が起きなくなっちゃって、動画の内容も面白くなくて、編集も全く手が進まなかったから、ちょっとボツにさせていただいた。せっかく最後のさ、インスタグラムの質問募集だったのに、それがボツになっちゃったから、結局お悩み相談が最後になっちゃったのかな。そんな感じのことがありました。結構真面目な話になっちゃったんだけども、これがついてるだけで何も多分頭に入ってきてないと思う、みんなは。鼻に突っ込んでんの、今。あまりにも辛すぎて。そんな感じで、ここら辺で今回は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。あ、そうだ。ちょっと待ってね。バイバイって言うので、ちょっと待って。Twitter のフォローよろしくお願いします。Instagram はたまにしか投稿しないので、ちょっと気になったよって方だけ、フォローしていただけると嬉しいです。で、高評価のチャンネル登録まだ押してないよって方は、最後に押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。さよなら。